午前中ありがとうございました。はい、また後半よろしくお願いします。声大丈夫？羽織ってない？入ってない。はい、一言お祈りしてから始めましょう。お祈りします。愛する恵み深い父なる神様、感謝します。イエス様、どうかこの時間をあなたがお導きください。そしてあなたが御国におられ、私たちはこの地上にいますが、しかしながら私たちはすでにあなたの愛のご支配の中を歩んでいます。御国が私たちと共にあることを感謝します。主よ、どうぞこの御国の現実を私たちがもっと深く知ることができますように、主よどうぞ助けてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それではこれからパワーポイントを使いながらちゃんとお話していきたいと思います。この世の経済力を御国のためにということで、まあ本当に私たちはなんかこのね、それぞれ皆さん持ってます。さまざまな賜物を持ってます。で、ある人は教える賜物、ある人は経済の賜物、ある人は信仰の賜物、癒しの賜物、いろいろな賜物を持ってるんですが、私の場合はこのどうしても経済的な賜物を神様くださいました。そしてこの賜物っていうのは自分のためにあるんではないっていうことなんですね。賜物っていうのは教会を立て上げるためのものであり、互いに励まし合うためのものであるので、ですね、この最初の御言葉を一緒に見たいと思うんですが、箴言の8章の17節からここを読んでいただいていいですか。はい、箴言の8章の17節からの下りですね。この御言葉を読むときに、おーと思いますね。神様は、神様を愛する者を愛してくださる、そして神様を熱心に探す者を、時に私たちは神様に必ずお会いできるんだっていうこの約束そしてこの箴言を読んでいくときに、この私って言ってるの、この私って誰っていうところがあるんですけども、もちろん神様なんですが、三位一体の神様のうちどなたでしょう、この私。はい、分かる方。はい、いいですね。こういうね、意地悪な質問をする先生時々いるんですよ。嫌だなって思いますよね。そう、イエス様、その通り、ピンポンです。箴言の聖書皆さん持ってますか。8章の21節のあと22節、22節からお読みしますね。8章の22節から、主はその働きを始める前から、その御業の始めから私を得ておられた。大昔から、初めから、大地の始まりから私は建てられた。深淵もまだなく、水のみなぎる源もなかった時、私はすでに生まれていた。山が建てられる前に、丘より先に私はすでに生まれていた。神がまだ地も野原もこの地の最初の塵も作られなかった時に、神が天を固く立て深淵の表に円を描かれた時、私はそこにいた。神が上の方に大空を固め、深淵の源を固く定め、海にその境界を置き、水がその境を越えないようにし、地の元いを定められた時、私は神の傍らでこれらを組み立てるものであった。私は毎日喜び、いつも見舞いで楽しみ、神の地この世界で楽しみ、人の子らを喜んだ。アメン、ね、この20節、30節、私は神の傍らでこれを組み立てるものであったと。本当に創造主なるお方がこの箴言の著者であり、このイエス様ご自身が実はこの箴言を語っている。なんかそう思うと、箴言に対する読み方がちょっと違ってくるでしょ。イエス様がね、こうやって一つ一つ語ってる。そしてイエス様が、尊い誉れと富と誉れは私と共にあるんだ。そして私が与える身、私の身っていうのは黄金よりも純金よりも良いものだと。そして私は正義の道、公正の通り道の真ん中を歩んで、
最後ね、私を愛する者には財産を受け継がせ彼らの財宝を満たす。なんか財産とか財宝って言われるとそう感じますね。財産良さそうですね。お金の匂いがしてきますね。金ダイヤ宝石も感じたりするかもしれないんですが、まあ、ちょっとだけ考えたいのは、旧約聖書の時代この御言葉を読むとどうでしょう。立法的に考えると良い行いの結果義と認められ、祝福がある。これ立法的な神様の祝福の約束なんですね。そしてもしも神様の立法を守れない時、呪いがやってきて貧しさがやってくる。これが旧約聖書的な理解だった。だから旧約聖書は非常にこの世の現れなんですね。そして今度イエス様が来られました。新約聖書の時代、するとイエス様はどのようにしてやってきたかというと、御国を携えてやってきたんですね。そしてこの旧約聖書の世界に御国を携えたイエス様がやってこられて、ここに御国がこう侵入してくるわけですね。そしてこのように御国が現れてくる、まあ、こんなことが起きました。でも実際はこの絵は間違ってて、旧約聖書のこの時代にイエス様が入って来られてこう侵入してくるわけなんですが、ここでストップしてないんですね。イエス様のこの侵入の御国のこの関係性というのは、この世に対して御国で全てを覆ってしまった。ここに富に対する考え方があるんですが、この世は目に見えるものを富として、まあ実際の日常生活でもお金は必要ですから、もちろん必要なのもあります。でも何かこの世的な富や繁栄というものは実は非常に旧約聖書的でこの世に属している。ところがイエス様が来られた時、どういうふうにイエス様が歩んだかというと、手ぶらでした。手ぶら、この世の富というものに対しては全く関心がない、また影響も受けない。でもイエス様のこのライフスタイルの中で、イエス様が何か欠乏していて物乞いをしたなんていう記述は一つもなかったですね。このイエス様が、やっぱり私たちがこの地上を歩んでいくときに、この経済力っていうものは必ず必要です。卒業された後、それぞれ皆さん教会に使わされる、宣教に行く、またビジネスをするしていくときに経済の問題って必ず直面するんですね。でもこの経済の問題をどういうふうにブレイクスルーしていくか、そして私たちはこの世の方法でブレイクスルーしていくんではなくて、せっかく御言葉をつかんで信仰によって立ち上がったならば、イエス様と一緒に御国の方法でブレイクスルーしていきたいと思うんですね。アーメンですね。この次のスライドお願いしたいんですが、祝福する神、まず最初に神様がどれほど私たちをどのように見てくださっているか、この創世記の1章の28節のところをお読みしますね。これは神様が人間を作られた後最初の祝福の言葉です。神はアダムとエバを祝福された。神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ地を満たせ地を従えよ、海の魚空の鳥地を這うすべてのものを、すべての生き物を支配せよ。この最初に創造主の祝福とありますが、この無から有が生じる祝福、神の可能性と書いてあります。これは何かというと、神様は私たちを祝福すると宣言している。アメンだと思いません？私たちが祝福してくださいなんて言う前にも、私はあなたを祝福するとおっしゃってくださっている。これが現実なんだということ。そして神様の祝福はこの創世記を見るときに、光をあれと言ったら光が起きた。神様は創造の御業を通して私たちを祝福される。だから私たちはこの創造主の創造力に対して不信仰になるときに、
目の前にない現実に対してこの世の力が入ってきて一気に恐れが入ってくる。ところが目の前に何もない、しかし必要だという時に、この創造主がの信仰によって、この創造主の祝福がやってくる時に、無から有が生じるのを見ることが起きるんですね。アーメンだと言いません？ね、私の大好きなハイディ・ベーカーっていうモザンビークでね、この宣教してる先生が証ししてくれたんですが、まあ、彼女の本にも書いてありますけども、一度モザンビークにミッショントリップ行ったことがあるんですが、彼女が証してくれました。いや本当にこの子どもたちみんな道端に捨てられた子どもたちなんですと。それは内戦で親が死んでしまって、また経済的に困難で子どもたちが道端に捨てられちゃう。そんな子どもたちを一人一人連れて帰ってくる。そして体を洗い、そしてご飯を作ってあげる。ところが反政府、まあ、政府の人たちも無関心。もしも政府がしっかりしていれば道端の子どもたちを連れてきて家を建てて住まわせるけども、政府も関心がない。そしてそこには反政府のゲリラの人たちもいっぱいいる。そして家に引き上げてきたもののご飯がない、誰もサポートがない時に、やっぱり子どもが100人いる、そして子供ご飯がない、その時に彼女の信仰は燃えるって言うんですね。主よ、あなたの出番ですと。そして本当に 2,3 人前のスープを作ってかき混ぜて、さあ100人の子どもたちに対して、100人の子どもたちは待ってるわけです。まさかお母さんがご飯くれないなんて絶対思ってないから、みんなお椀持って並んで待ってる。ハイディは知ってる、3人分しかない。でもイエスの名によって、主よ感謝しますって言って配り出すと、100人全員食べて残ってたって、こんな証が何回もあるって証してくれました。だからやはり私たちはこの無から有を生じる神がいるんだ。そしてそれが宣教地ではよく起きますと同時に、この日本でも私たちの日常生活でもそれを期待したい、そして信じたいと思うんですね。まあ、こんな話するとだいたい翌週の日曜日、キッチンの方で、牧師聞いてください、炊飯器のお米が一升しか与えてないのに、なんか全員食べてもまだ残ってますとか言う人がいるんですね。本当かなとか思うんですけども、まあでもいいでしょう、信じてあげて。でもそれぐらい神様ってのは分かりやすい神様なんです。そしてこの神様は人間に対しておっしゃいました、埋めよ、増えよ。この埋めよっていうのは、このフルーティフォー、英語で見ると多産、本当にこの地上に増え広がる、この増えるっていう時に、私たちは肉において増える姿を見ます。でも霊においても増えていくのを見ることができる。それは肉の子供たちが増えていく、同時に私たちには子供がいなくとも霊の子供たちを生み出す力、特権が今私たちに与えられているんですね。なので私たちは肉にあっても子供たちをたくさん増やし、霊にあっても霊の子供たちを広がしていきたい。そしてこの増えよって神様おっしゃったんですが、これ英語の聖書を見るとマルチプルね、掛け算ですから、掛け算っていうと 1+1 は2ですけども、 2×2 は4、 10×10 は100。このイサクが種をまいた時に、飢饉の時、何倍の実を結んだでしょう？100倍。イエス様がパンを、5つのパンをみんなに配った時、何倍になったでしょう？ね、5つのパンで男5000人だから最低1000倍だから、100倍1000倍万倍、神様は無限に増やすことができるお方だっていう。アーメンですね。そして地を満たせとおっしゃいました。この満たすっていうのはフルフィル、まあこのグラスがいっぱいになるっていう感じですね。なんか私たちの霊的な生活においても、普通の日常生活もそうなんですが、この水がこのペットボトルに満ち溢れるときに溢れますよね。でもペットボトルの、いやここになんか欠けがあるんですとか、お店に行ってグラスにこうジュースついてくれるんだけど、なんか半分しか入ってない、ないですね。この液体っていうのは満ちていく、満ちていく、全てを満ちたらせる、そして溢れる。この神様が私たちに望んでいる祝福っていうのは満ち満ちた祝福だっていう。アーメンですね。それを受け取りましょう。この満ち満ちてるっていうのをこのイメージしていくときに、皆さんも例えば教会をすると、
礼拝堂が人で満ちている、いいですね。献金袋が献金で満ちている、なんか嬉しくなりますね。分かりやすいですね。やっぱり満ちあふれる祝福っていうのを、やっぱり何か貪欲ではなく神様が満ちよと言ってるので満ちてるんだ。そしてそれをどう使うか、私たちが信仰によっていくわけなんですが、最後に支配せよと神様はおっしゃいました。全ての生き物を支配せよ。この支配せよが実は非常に重要で、これは軍隊用語ですね。制圧するという意味の言葉、これはもう皆さん一回学んでますね。こういうのはね、この制圧するという時に、私たちは単に管理せよと簡単に神様が言ってるんではなくて、もしも敵陣に入っていって敵の陣地を支配したら何をするか、敵がもう一度入ってこないようにしっかりとガードを固めますね。四隅に櫓を組んで、ちゃんとその自分が勝ち取った地域というものはしっかりと管理する責任が私たちに与えられている。そして神様はそれをしっかりと制圧して支配するんだ、おっしゃいました。時々霊的生活においても、せっかくブレイクスルーしたのに次のところで弱くなっちゃう。せっかく何か霊的な神様からものすごい感動と祝福もらったのに弱くなっちゃう。それは何か敵がそっと入ってきて盗んでいく、こんなのを体験したりします。先ほども私申し上げました、本当になんかこのリバイバルだって言ってる中で、あのコロナウイルスがやってきて、もう一気にガラって私が2年間もね、そんなになっちゃう。あ、そうかと。神様はしっかりと御言葉に対する信仰っていうのをこの守るように導いてるなということをがあるわけなんですが、皆さん、このちょっとだけ隣の方とお話してもらいたいんですけども、この祝福という概念に対して何か疑う、神様の祝福は絶対だという信仰と、いやそうは言ってもうまくいく、いや甘いよねみたいな、そんな考えといろいろあったりすると思うんですね。まあ、正直にお隣の方と、そこは3人になって、お隣の2人3人になって、祝福についてちょっと話し合ってもらっていいですか。自分はどう思うか正直に。そう、経済においても全てにおいて祝福。一人30秒で あとじゃあ30秒。はい、それではそろそろ、はい、ではお互いに話を聞いて、自分のことじゃないですよ、周りの人で祝福を 100% 燃えるような信仰でこの祝福信じてんなっていう人が感じた人、相手の人が、手挙げてもらっていいよ、この僕の相手の人は燃えるような信仰で神様の祝福信じてるぞって、そういう人手挙げてもらって、はい、なんか疑わしかったっていう人手挙げてもらって、はい、はい、ね、難しい質問ですよね。でも以前ドクター愛子っていう先生が、聞いたことある？ない？あのね、脳科学者でアメリカのね、ペンタゴンで働いていた女性の科学者
で量子力学、脳科学者なんですが、彼女は脳科学者で量子力学とか、まあ、そういう、まあ、難しいことをきちんと学者として整理整頓して理解する人なんですが、同時にペンテコステの聖霊に満たされたメッセンジャー、聖霊の働きをする方だったんですね。でその愛子先生が来られた時に、まあ、彼女がいろんな証を通して一度話してくれたことがありました。ある女性が私のところ来たんだと。そして彼女は非常に優秀な、ところが仕事場に仕事をして、このいくら仕事をしてもいつもお金が足りない、そして気がついてみると借金が残っている。そして彼女が先生のところに行って、先生どうにかして私はこのお金の問題から解放されたいんですって言ってきた時に、愛子先生は聖霊様を通して、あなたは子供の頃どういう夢を描いていた、すると彼女が、私はマザーテレサの死にゆく人の家に行って奉仕したいんです、はい、でその時にどういうお祈りしてた、私は何にもいりませんと、もうお金もいらない、家もいらない、ただ神様あなたにお仕えしたいです、こういうお祈りをずっとしてました。そしたら愛子先生が、それはその通りにあなたは今なってるって言った。お金もお金がない、そして今聖書は何て言ってるか、もう一度受け取り、その間違った祈りと誓いを却下して、そして神様が言ってる祝福というものをもう一回受け直しなさいって言って、まあこういった御言葉を通して、神様は私たちを祝福したいと言ってると、神様は別にお金をいらないなんていうことは言ってない、まあ、金持ちとね、貧しい人の話はありますけど、でもそうやって彼女に間違った宣言を悔やみさせた。神様本当ごめんなさいと、私はお金いらないとか、人生はもうね、神様あなた二人だけでいいとか、いろんなこと祈ってきましたと、でもお金必要ですと、そして私一人じゃ嫌ですと、仲間もたくさん欲しいですと、でお祈りし直して、1年後彼女が来たそうです。そしたら彼女は友達と会社を作って、立派な会社になって、そしてものすごい大金持ちになっていたっていうね証をねしてくれた。でこの何言ってるかというと、神様の言葉は生きていて力があります。私たちがどうこういうことじゃなくて、神様は私たちを祝福するっておっしゃってるんだから、神様は受け取りますと、あなたが私を祝福したい、目分量いっぱいきちんともらうことができますようにと言って、祝福は受け取っていいんですね。そしてそれが実現するように祈っていく、まあ、そんなことも大切だと思います。この2番目のところで、惜しみなく与える神とあるんですけども、ルカの福音書の15章の放蕩息子のお話なんですが、この放蕩息子のところ、ルカの15章を開いてもらっていいですか。この、まあ、この話はね、読まずとも、もう皆さん頭に全部入っちゃってると思うんですけども、まあ、息子さんとお兄さんがいて、お父さん、この息子と父の間の父の愛の関係じゃなくて、今はこの祝福という概念について見て、この際から見たいと思うんですけども、このお父さんはこの息子が生前贈与してくださいって言ってた時に、何て言ったかというと、ああいいよって言ったんですね。欲しいの？じゃあいいよ。でもお父さんは息子がお金の管理能力ないのもよく知ってました。でこの息子はきっとどっかへ遊び行って使い切っちゃうだろうなっていうのも知っていた。だけど財産の彼のもらう分はちゃんと与えた。そしてこの物語を読んでいくと、最後お兄さんも実はもらっていた。長男なので2倍もらっていた。でもお兄さんはもらってるにもかかわらず、もらってる感覚がなかったので、お父さんに文句言った。あのバカ息子が帰ってきた時に、あなたパーティーやったけども、僕のためになんか一回もやったことないじゃないですかって。お父さん何言ってんだって、お父さんいつも一緒にいるじゃないかと、そんなこと言うなよってこうなだめたって。でもへそ曲げていた。でもお父さんはもうすでに生前贈与で自分の財産を息子たちにあげてん、すごいと思いません？お父さん自分の残りの人生考えたら、ちょっと待てと、俺元気なんだからそんなこと言うんじゃないよって言
でしょ。でもそうじゃない、このお父さんは天のお父さん、創造主は私たちにどんだけ祝福を与えても減らない、溢れてくる。そして息子が全部全財産使い果たして帰ってきても、お父さんは何したかって、一番いい服着せて指輪はめて、もう一回息子の立場を回復させちゃうね。みんなが文句言う前にもう息子の立場を回復させちゃう。そして次の相続に預かる息子に見立てちゃう。それが天のお父さんなんですね。アーメンですね。このお父さん持ってる子供に対する与える力、これが神様なんだと。そしてルカの福音書6章の38節、この御言葉なんですが、一緒に読みしましょう、はい、与えなさい、そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり揺すって入れたり盛り上げたりして、気前よく測って懐に入れてもらえます。あなた方が測るその測りで、あなた方も測り返してもらえるからです。はい、与えるという、これがこの祝福を引き出す鍵なんですね。私たちはもらおうとする、でも聖書が教えるもらい方は、まず与える、すると受け取る、与える。このヨハネの福音書の3章16節の御言葉、ここも有名ですけど一緒に読みしましょう、はい、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。はい、天のお父さんは私たちに自分の愛する一人子をくださいました。神様は私たちを愛して愛して愛してやまない、そして愛してるって言ってるうちに計算する計算能力さえなくなっちゃうぐらい、そして一番大切なものをあげちゃうぐらい愛してる。そして私たちは与えられた。そして今お父さんは与えたものに対して受け取る、今度イエス様を通して全ての人を受け取る、今そこのフェーズに入ってるわけなんですけども、この祝福の原則の中で与える、与えられる、また経済っていうものが絡んでくるときに一つの証があるんですが、自分がそうだよし、じゃあちょうど進学校を卒業して、で断食行く前にちょうど先ほどお話したメッセージを一回だけさせてもらったんですが、その前に私家で、まあ、父の会社を辞めて本当に何の無職になったんですね。そしてうちの奥さんいて、妊娠3ヶ月ぐらいだったんですが、いやちょうどこの通帳、あれいくら持ってたかなって思ったんですね。これからどうするんだろうと思って見たら、通帳に結構なお金がこう入ってた。そしたら神様が、何見てんだって聞いてきたんですね。いや通帳何見てんのって。もうその時に全部神様はね、お前これ捧げられるかって聞いてきた。で神様そこで言わなかった、何見てんだとしか言わなかった。でも分かりましたっていうことで、でそれをもう私は信仰のボルテージが 100% もう燃える歩く信仰みたいになってましたから、奥さんに今神様がさ、全部捧げなさいって言うんだよねって言ったら、神様が言うんじゃしょうがないわねって言ってくれて、じゃあって言って全部まとめて全部献金しちゃったんですね、教会に。そしてゼロになって、そしてゼロになってみて初めて気がつく世界っていうのがあって、この冷蔵庫がどんどん減っていく、補充がないから、あるものをきれいに賞味期限中に食べていくと最後何もなくなってくる。そして何にもなくなった時に、ああパン食べたいなって思った、パン。したらピンポーンってなったんですね、玄関。そしたら一度も来たことないおばさんが近くまで来て、あなたここに住んでるって聞いてたからパン持ってきたって言って、長い一斤のパン食べなさいって言って、それもパンだけ持ってきたの。普通だったらなんかついでになんか肉魚あっても良さそうなんだけど、パンだけ持ってきた。そしてその後パン食べて、食べ終わった後、はあメロン食べたいって心の中で思ったの。そしたら電話が鳴った。そして母が、ひろふみ、私ひろふみって名前なんですが、
あなたうちにご飯、今晩ご飯食べに来なさいって言って、助かったと思って、そして家に行って、そしたら私5人兄弟でおばあちゃんも入れて8人家族だった。だから昔子供の時に何か食べたいって言って8等分だから、メロンでもスイカでもこの薄いのがしか食べさせてもらったことなかったの。ところが母がいきなり冷蔵庫にメロン入ってるからメロン食べなさいって言った。そして1個、あ、これ丸1個入ってるねって言った。好きなだけ食べていいって。その時に私は本当に神様に分かりましたと、あなたはもう全部ご存知で、全ての必要はあなたによって満たされる、これをもう分かりましたっていうことで始まったんですね。アーメンですね。だからやっぱり何かどっかで信仰に満たされる、そして皆さんが動き出す時にはぜひそのようにして神様必ずチャレンジしてきます。そしてチャレンジを受けたらはいと言って応答していく。そして神様はそのチャレンジの先が大体困難ですからね、何もないとか、アブラハムのようです。旅に出たら飢饉があったみたいな。でもそこに神様との何か親しい関係が始まっていくのを体験しますので、ぜひ皆さんも通ってください。この次のところで3番目、財産を管理させる神とあるんですが、このそうこうしていくうちに私たちは神様からそれなりの財産というものを必ず与えられます。教会であれば教会の建物であったりとか、まあ教会経済であったりとか、献金であったりとか、いろんな貯金も起きる。まあビジネスでも同じように収益が上がって貯金が増えていく、経済っていうものが生まれてくるんですね。なんですが、この財産を預けて旅に出る企業オーナーの例えってことで、こういうふうに言うとうちの教会の人喜ぶんでいつもこう書いちゃうんですけども、この普通は単なる主人の話ですので あれなんですが、マタイの福音書の25章のところで、このタラント、これも皆さんもう何回も聞いてね、もう頭に入ってますよね。1タラント、2タラント、5タラントね、1タラントのしもべは土の中埋めといた、2タラントと5タラントのしもべはよく仕事をして2倍に増やした。この話、この例え話の中で1タラントのしもべはとんでもないって皆さん思いますよね。だけど実際にです、実際に1タラントっていうのは何日分の給料、6000日分だっけ、だいたいね計算すると1億円、約1億円ね。神、イエス様の言ってることって桁が大きい。それも今の時代でさえ、誰かがビジネスやる、私これから仕事をもっとやりたいんですって言うと、社長がやってきて、じゃあ君1億円預けるから好きなことやりなさいって、でも俺帰ってきたら必ず儲けるんだよなんて言われた時に、1億円運用できますかって話ですよね。だいたい投資やると失敗して全部捨てちゃう、半分になっちゃう、こんなのが関根山。でもイエス様はあえて1億円っていう単位の数字を言って、しもべたちにその能力に応じてなんですが、 2億円、ある人には5億円預けて旅に出る。ところが帰ってくると何が起きてたかっていうと、2億円預かったそのしもべがなんとさらにもう2億円儲けてたっていう。もっとすごいのは、5億円預かったしもべがもう5億円集めて儲けていた。これっていうのは、例えばこの世でもしもそれやったらスーパーです。多分日経ビジネスに乗るかもしれない、それぐらいすごい運用力。2倍にするっていうのは大変なことね。だから1億円預かったしもべがビビって土の中を埋めるっていう気持ちはわからないでもない。だからイエス様は銀行に預けておけばよかった、だからこのしもべ銀行に預けておけばよかったね、土の中じゃなくて。まあ、だけどもポイントはそんなところじゃないんです。私たちがこの世の財産というものを自分の財産と思うと恐ろしくなります。神様から私たちが財産というものを預かるときに、そこに自分の名前を貼ってはいけない。神のものは神のものであると、私の財産は全部主よあなたのものですと。そして神様は先ほどの法と息子のお父さんじゃないですが、生み出す神、生み出す生産力がある神、
産めよ増えよ地を満たせ地を従いよ全てのものを支配せよっていうような驚くべき想像力のある神なので、私たちが自分のお金を運用すると、まあ、生産力は 10%、 10分の1でも、神様のお金っていうのは、神様のお金は生産力があるから増える力を、その2タラントが、もともとの2タラントの中に4タラントになるもう力が十分入ってる。5タラント、神様の5タラントはもう神様の5タラントなんで、もう10タラントになっていく、そういう力を持ってるんだっていうことを、そういう角度から見てもらってもいいかなと思うんですね。なぜならば、イサクが飢饉の時に種まきなさい、この種まいたら次もう一回飢饉来たら次にまく種ないですよ、今まくんですか、でも神様はまけって言うんですね。その時にイサクの種じゃない、神様の種をまく時に100倍の実を結んだ。本当にこのこれから教会活動していく、ね、いろんなこの経済の必要って必ず出てくる。だけどもやっぱり神様の経済の中を歩んでいくってことは非常に重要なんですね。このいかにこの目の前にある今財布に、ね、皆さん財布にお金入ってますよね。このお金を神様のお金のようにして用いていくか、これは難儀な話ですね。私のものって言いたいんだけども、神様はいや私のものだって言うんですね。このある礼拝に行った時に、集会に行って証ししてくれたんですけども、この神様に今日は捧げなさいって献金の時間があったそうなんですね。そしてなんか遠くから来てて、帰りバスに乗って電車に乗って帰ろうとすると絶対いくらかのお金を残しておらなきゃいけなかった。ところが神様が捧げなさいって来たそうなんですね。そして、まあ、皆さんも体験したことあるかもしれませんが、分かりましたと、帰り道はもうどうなってもいいですと、あなたが捧げろって言うんじゃん、これあなたのものだからどうぞお使いくださいって言って全部捧げた。するともちろん帰り道もう電車代もないしバス代もないので、こう立ったそうなんですね、バス停。すると教会の人が目の前にパッと待って、さっきすれ違ったの先生バスで帰るんですか、私がお送りしますと言って、そのバス停から何かこう、まあ、家の方まで連れてくれたってことなんですが、そこだけじゃ終わらなくて、実は先生は交通機関でやっぱり車がどうしても必要、そして車持ってなかったそうなんですね。その献金した後、神様からトヨタクラウンがプレゼントがあったって言うんですね。教会の人がどうぞ使ってください、先生この車先生が足なくていつもあれだから使ってくださいってで言われて、そしてもらった。でもしばらくすると買い替えの時期が来ると、また違う人が先生この車乗ってくださいと言って同じような車をプレゼントされた。以来あの献金以来もう10年20年ずっと車が与えられ続けてるんですって。今乗ってるのもそうなのみたいな。何かね、このお金っていうものの一つのね、持ってる神様はチャレンジしてくるね。で主のものを主のものとして、そして教会の方でもね、おそらくその日ね、いろんな必要がある中で、そのわずかなんだけども入ってる全部捧げたことによってある何かが満たされていたら、その教会でも喜びと感動、いや今回こんだけ献金ありました先生みたいなね、もうあったかもしれない。なので本当にこういったことを私たちも体験できたらいいなと思いますね。アメンですね。次のページ開いてもらいたいんですが、天国経済の中に生きるってことで、次のところで、これの次ね、この分かりやすいんですけど、1番目ね、すべてのものは神のものという考え方、申命記の10章の14節一緒に読みしましょう、はい、見よ天と諸々の天の天、地とそこにあるすべてのものはあなたの神主のものである。はい、これねすごい重要、本当にね、すべて主のものって思うとものすごい楽になります。もう本当にね、肩の荷が1個下りる、経済っていう荷を下ろすことができる、
すべて主のものですと。そして2番目で、自分はあくまでも神の財産管理者なんだ、管理するっていうことが任されているんであって、この2番目のところ、自分のものは自分のものという考え方から解放されると、自分の好きにしたい、指図は受けないという自分の考え方からの解放が受けます、アーメンですね。ね、人から指図受けたくないですよね、自分の持ってるお金ね。でも神様はね、要求してくる、どんどん要求してくる、このロバート・モリスという牧師ね、あの祝福された人生っていう本知ってる人いる？何人か知ってる？ああ、これはね、アマゾンで絶対読むのをお勧めします。特に教会をこれから牧会していくとか宣教師、またビジネスやる人もそうなんですが、ロバート・モリスの祝福された人生、この本、彼がまだ若い伝道者だった時に、まあ、町から町に伝道して回るわけなんですね。そして4回日曜日の伝道するたびに、その時の謝礼をもらって生計立てていた。だから1回のこのやっぱり奉仕をかけちゃうと、生活4分の1かけちゃうわけですね。ところが彼がある奉仕に行こうとした時、まあもうお金が足りない、今月はもうアウトっていう中で、まあ途中ガソリンスタンドによると、ガソリンスタンドでガソリン満タンにしてお金払おうとしたら、ガソリンスタンドの働いている女性の方がキャッシャーに立ったんですが、キャッシャーの人からこう言われたそうなんですね。今日神様が私にあなたのガソリン代払えって今言われたので、あなた払わなくていいですと、私が払ってきますというふうに、その奉仕に行く途中のガソリンスタンドで言われたって言うんですね。そして本当ですかと、ありがとうございますって言って、彼はよかったよかったと、お金ないからもうギリギリで生きてるから、そして今度奉仕に行った。そして今度奉仕に行ってメッセージして、メッセージ終わって、ああ本当によかった、素晴らしい、ありがとうございましたって言ったら、最後にそのいた牧師先生が、今日は実は宣教師さんが来てますと、でこの宣教師さんということでみんなで挨拶して、まあ短い時間持ったんですが、その後彼がその教会でメッセージ終わった後、教会から謝礼もらったんですね。そして謝礼もらってチェックなんですが、見るとその月の経済をぴったり埋めるのに必要なチェックだった。ところがその時神様がこのチェックを見た瞬間に、あの宣教師にあげろって言ったんですね、神様が。そして彼はちょっと待ってくださいと、これぴったり私の会計のぴったり合う金額ですと、神様間違えないでください。ところが神様は、いや、あの宣教師にあげなさいって。そして彼格闘したそうなんですが、最後ギブアップして、これ神様からあなたにあげろって言うんで、これもらって帰ってくださいって言って、それをあげちゃったそうなんです。その後この教会の人たちが、先生一緒にピザ食べに行きましょうっていうことでご飯食べに行ったそうなんですね。そしてピザ食べてる時に、目の前に教会の中年の男性がやってきて、お前今日献金いくらもらったんだって言われたそうなんですね。なんて失礼な人なんだって思ったそうなんですが、彼はもうあげちゃってないので、いや、いくらだったかなってとぼけたそうなんです。するとその男性が食い下がってきて、いや、あのいくらあげたんだ、そして、いやって言って、じゃあチェック見せてみなって言ったそうなんですね。そしても彼手元にないんで、いやいやって言って、あ、奥さんに渡したって、じゃあ言ったら、じゃあ奥さんのとこ行ってもらってきなって言うんですね。で奥さんのとこ行って話しかけたふりして、そしてまた戻ってきて、いや奥さんの、ね、車の中になんかね、なんか持って行っちゃったみたいで、もうここにはない、だから分かんない、ごめんねって言った。そしたらその男性がなんて言ったか、知ってるぞ俺は、お前持ってないだろうって。そして彼に、神様が俺にこれをお前に渡せって言ってきたって言って、チェックを渡して、渡したお金がその彼がこの宣教師に渡した金額の10倍のチェックを、これをその中年の男性が彼に渡して、神様はあなたがどれほど人を神様は祝福するかってことをあなたを通して語ってほしいって願ってるからっていうことを言って渡された。で彼はそこから
本当に神様の祝福っていうのはどのようにして流れていくのかっていうことをずっとメッセージしている。ゲートウェイチャーチっていう教会で、アメリカの何千人っていうメガチャーチなんですが、牧師を今してるんですね。で、彼のこの祝福された人生を読むと面白くて、もう教会中で神様が車を乗ってると、この車あの人にあげなさいとかね、すると走ろうって、君この車あげるからって、すると違う人が、牧師うちの車あの先生乗ってもらいたいんだ、これどうぞ乗ってくださいって、1年間で売る時には6台7台の車が行ったり来たりしたっていう。そして最後ね、彼がこの家、大きな、まあアメリカですからね、みんな立派な家に住んでるわけなんですけども、家を手に入れることができて、はあ、これで本当に一件落着と思った時に、神様がこの家をあの人にあげなさいって来たんです。でもその時に彼は、もしもこれを、まさか神様は自分がこれできないと思ってるだろうと、でももしもこれやったら俺は神様に勝つなって、今まで散々神様のチャレンジ受けると、チャレンジしたお返しがいつも返ってくる。そして彼はどん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 増え広がっていった。これでよしっつって、彼は献金、その知り、あの人にっていう人に、この家使っていいよって言って、もうどっかさ引っ越すからって言って渡したそうなんですね。そしたら次の週、これ本に書いてあるんだけどね、教会の信徒の人が来て、先生私はあの経済で大成功しましたと、あそこの飛行場にプライベートジェット機が止まってるんで、いつでも好きな時使ってくださいと、そう言ってプライベートジェット機の鍵を置いてったって言うんですね。だからね、面白いのにアメリカ的でしょ、すごいね、なんか能天気なアメリカ天気な話なんですが、でも何言ってるかっていうと、私、神様は私たちを通して人を祝福したい、私たちを通して車がなくて困ってる人に車を乗らせたい、私たちを通して家がない人に家を与えたい。だから私たちがそのような祝福の管になっていくときに、神様ほっとかないんですね。はい、次のところで、この天国経済の祝福の原則を守るということで、ここ25分までだよね、11時25分ね。もう、まあ、あの11献金のお話はね、皆さんもあのよく、11献金大事ですよね、まだ葛藤してる人います？正直に大丈夫ね、大丈夫な人手挙げてもらっていい？手挙げてない人は後でお祈りしてあげるからね。あのね、この11献金っていうのは驚くべき神様からの私たちへの約束であり、この11献金を通して生み出される証の数々を見るときに圧倒されます。そして時々お金のことに関わって、この11献金をさせないように悪魔は働く。だから誰かが11献金の悪口を言うときには、後ろで良いものじゃないものが働いているっていうふうに見た方が早い。なぜならば、聖書の神様は私を試してみようと、あなた方が10分の1を私の家の宝物蔵に食物として持ってくるならば、天の扉を開いてどれほどあなた方を祝福するか見てみなさいと、このようにして私たちに語っているから、これを受け取って行動するってことによって驚くべき祝福が来る。で、これを実は教会やいろんなミニストリーの中で強く言えないことによって教会が弱ってしまう。それはなぜかというと、信徒の信仰がそこに入りきれない。だからどうしてもやっぱりこの御言葉に立つっていうこのところにシフトできない人たちは、やっぱりどっかで混乱、困難、葛藤が起きちゃう。でもこの壁を乗り越えた時に、本当に何、神様の御言葉に立ってるっていう確たるものが生まれてくるのを見ます。結局この十一献金、ぜひ励ましてあげてください。そして一度私はある人から献金を、大きな献金を捧げますって言われた時に、いや結構ですって言ったんですね。そしてある先生にそれ話したら、増山さん何やってんの、その人の信仰を持って、ね、額が大きい小さいじゃなくて、捧げますって言ったら必ずもらいなさいと、そうしないとその人が祝福されるんだと、あなたが祝福されるんじゃなくて、その捧げた人が祝福されるんだから、ちゃんと捧げさせなさいって言われて、はあ、しようし、申し訳ありませんっていうことで、今は何でももらうようにしてるんですね。まあまあまあ、そんなこと、ね、で最後6番目、このイスラエルを祝福するってことで、これ非常に重要です。次の6番目なんですが、
アブラハム契約ね、皆さんもご存知だと思いますが、主はアブラハムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷をあなたの父の家を出て私が示す地に行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となる、あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。この肉的なイスラエルと、私たちは霊的なイスラエル、でも今のイスラエル、肉のユダヤ人の人たちを祝福するってことはものすごく重要です。そして私がもしもその人材派遣の仕事をやりながら何か反映したとするならば、いつも私はブリッジズフォーピースの広告枠に広告載せてたのね。そしてそのブリッジズの人に、申し訳ない、一番目立たないところに入れてねって、あんまりこういうところで目立っても嫌だからって、え、松山さんいいじゃないとか言って、でも一番高い広告枠にしていいからって言って、裏側のね。でも神様は本当にこのこと、私を祝福するものを私は祝福する、あなたを祝福するものを私は祝福するという言葉を本当に用いて祝福してくれた。だから理由がわからない祝福っていうのがあるの。仕事をしてても、なんでこんなに、これどっから来たのこの利益っていうね。そうするとイスラエルっていう、これがいつもやってくる。だから、このイスラエルを祝福するってことに対して、目が開かれてる人、手を挙げてもらっていい？まだあんまりね、よかった、本当だから。チャンス見てイスラエルを祝福してね。 OK、 じゃ あここで一旦終わりにしたいと思います。今日はここまでですね。だよね。 OK、 この神学的にあれだよね、イスラエル地間神学とかあるでしょ。地間神学とか学んだ、大体なんとなく知ってるよね。要はイスラエルの祝福は終わったんだ、だからもう関係ない、全部キリスト、イエス様クリスチャンだけでいいんだみたいな教えね。そんな風な教えの人いる？いない？大丈夫？大丈夫ね？そう？大丈夫ね？この一つだけ言うと、やっぱりね、なんか分かんないけど、神様ってちょっとしたことなんだけども、そこにこだわってるのよ。そして神様の持ってるこだわりを、ああそうなんだって言って、なんか心を寄せていくときに、いろんな今度ね、関心をちょっと向けるだけで、それに関わる情報がいっぱい入ってくるようになるから、アンテナがついてないだけね。今でも今日皆さんにアンテナが、イスラエルっていうアンテナがつくようにお祈りするね。そして本当にイスラエルを祝福するってことを通して、どれほど神様が喜ぶか。なぜならば、新天新地がやってくる黙示録の世界の中で、今のイスラエルっていうのはものすごい重要な役割を果たしますね。果たします。なのでぜひ、じゃあお祈りします。愛する恵み深い地の神様、感謝します。イエス様、あなたはユダヤ人としてこの地上に生まれ、そしてユダヤ人として、ユダヤ人の王として十字架にかけられ、そして天に上げられました。そして今私たちはあなたの十字架と聖霊の恵みによって、今神の子供となって霊のイスラエルとなりました。主よ、どうか私たちがこの経済やさまざまな領域において、神の子供として御国をもたらす器として働いていくときに、あなたがこの聖書の中で、あなたが持っておられるご計画、その中でイスラエルが果たす役割の大きさ、またあなたが本当に心を砕いて裂かれるような思いでイスラエルを愛していること、ユダヤ人の人たちを愛していること、私たちも知ることができますように、そして彼らが困っているときに助けてあげられますように、彼らが祈りが必要なときに祈ってあげられますように、どうぞその心を今私たち一人一人にお与えください。感謝してイエスキリストの御名でお祈りします。アメン。以上です。ありがとうございました。